私、喉が渇いているのよ。しつこいぞ、フーゴ。何度目だ。しつこくもなりますよ。僕があれほど。てめえが身につけてる服やバンダナは今も一緒に縮んでいる。いぜぇ、なんだこの自動ドアは。開いたぞ、畜生。それは絶対まずい。させるかよ。そうなりゃ俺の勝ちだ。おい、なんでポケットの中にいるってのがこいつにバレたんだ。俺のリトルフィートは自分以外のものを縮めるときはエネルギーを食うせいで時間がかかるが、一瞬で隠れたってのになぜ俺の居場所を。このスタンド、めちゃくちゃ打ちまくるだけの能力じゃねえ。わかったぞ、排水口の中だな。くそ、考えろ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 。なんだペシ、お前またミルク飲んでんのかよ。そういうとこから直していけ。でホルマジュ、仕込みはどうなの。美味しかったよ。ありがとうございます。またのお越しをお待ちしております。パーフェクトだ。無事ヤッコさんは跡形もなくなったぞ。それってサボりか。どこかにしけ込んでんじゃねえか。中央アジアから安価で入ってくる麻薬をヨーロッパ各国やアメリカに流すと。ありえるぜ。あいつらイカれてやがるしな。窒息死だと。ああ。ジェラート一人だけだ。おいおい、またかよ。お国主はどこのドエスだ。ジェラートとオソロのやつだ。額縁を外して並べろ。こいつは。そしてヒットマンチームは同時に別のことをも理解していた。みんな、これっきりソルベとジェラートのことは忘れろ。こんなところでやられてたまるか。それにそういえば最初に道路で野獣馬が何人か出てきた時、いたぜ、おぞましいのが。ならんちゃよ。疲れてんのか。はあはあ言ってよ。重いもんでも乗っけて息を荒くしてんのかよ。時間が来て、お前がスタンドパワーも無力なほど小さくなっていなかったら。やれてねえ。ちくしょう、遠い。歩道の幅が遠い。捕まえたぞ。しょうがねえな。チクると思ってんのか。母さん、ちょいと道を聞きたいんだけどよ。ああ、この世で一番大事なもんは友情だぜ。はあ、てめえ両手を開いて壁につけ。もしさんも見てたろ、こいつがご婦人に再び暴行を働く。1年後、少年院から出てきた時、ナランチャは目を患っていた。映すなよ、おめえはそばに近寄るな。そう信じた。行くところはなかった。一人ぼっちだった。少年はレストランにナランチャを引き入れると、そしてしかるべき治療を受けさせたのだ。あんたのところで仕事させてください。甘ったれたことを言ってんじゃねえぞ、このクソガキが。自分には何の得もないのに。でもナランチャ、娘の居所話すんならよ、しょうがねえな。仲間だとか女を守るだとかよ、ボスと血のつながった娘なら間違いなくスタンド能力を持っている。さっきのドブん中で捕まえたやつだ、全然無害さ。この空き瓶がリングだぜ、ならんちゃよ。まずやつの毒はお前の筋肉を麻痺させ動きを止めるだけだ。でも今のうちに喋っておいた方がいいと忠告するぜ。いつの間に。
体に消化液も注入され始めてるぞ。溶かされるぞ。